次です。ちぐやりんだよ。高校浮きらの漫画ね。強化機関にお手伝いとして来たみんな、楽しく進行していて、後ろから見ていたけど楽しかったですね。少しだけワクワクしていたよ。それで、今日は何すんの？今日も、前回と同じ、再開放プラレールみたいですが、何やら特別なことをするみたいですよ。特別なこと？はい、今回も再開放。再開放するプラレール電車は、セイラー山手線、231500番台です。あれ？前回、再開放してくれておらったはずじゃない。どうしてまた？はい、終わったはずなのですが、シールも劣化の原因なんですけど、鉄道研究部が一番気にしているのは、車体に関してらしいです。使っているため車が違うのが原因だよね。臨海正解。本来使うため車は、ラテカマサカなんですよ。エノキン専門材で、ニュースが簡単な丸通貨マサカを使用して作ったものも、やっぱり別物は別物で、仕上がりに納得いかないため、改めて、ラテカマサカで作り直すとのことです。今回は全部、ラテカマサカに戻すんだね。ごめんね、リンさん。共通には終わらないみたいだよ。共通にやるんじゃなかったの？さっきも言った通り、金銭問題がまだ解消されてなくて、ラテカマサカの入手も、まあまあ最悪らしいですよ。なるほど。ということは、パートが削る感じなんだね。はい。おそらく今年中には、全部終わる予定らしいですって。なら金銭問題も、大体は解消されそう。あとは、2015年に私たちが逃走していたアイドルマスターシンデレラガールズでも逃走した電車ですからね。確かに、プロデューサーが不幸警官に交番へ連れて行かれそうになった時、私を助けてくれたシーンに映っていたしね。あの時、どうしてあんなにことらっていたのか、忘れたけど、あの時よりも今が楽しいから、もう気にしないようにしとこ。まあまあ、それさあ、231500番台の運行再開に向けて作業開始。マス2号車は通常の車両とは違い、屋根は233系をベースに、側面は500番台の先頭車をベースに製造されています。サエル頭ならそれに近い235系を使いますが、2号車は通関動力車として活躍する予定なので、ボロボロもラテカマサカの通動力車を使って戦争していきます。窓をご当順にカウントして、個人の二歩道を切断するため、マスキングテープ電池を設定します。線に沿って切断したら、片方の窓を5分の2切断します。そしたら挿入インドアイシロは使わないのですっかり切っちゃいます。そしたらこっちでは10号車の特徴的な窓を作っていきましょう。使うのはラテカマ型の6ドア車。もちろん、調子が良くない車体を使って変速窓を再現します。外せる部品は、すべて外して、ロッコに切断します。この中から、窓とつま面を引っ張り出して、変速窓を製作します。片方の窓は、スペースを狭くして、小さい窓を再現します。たまに仮ロッキングとかしながら確認してみようね。自分が満足したら、もう大丈夫だね。では、接着剤で仮止めしてから、上からノリノリ接着剤を乗ります。それさあ固まるのを待ちましょう。さて、乾燥しましたでしょうか？半日放置しとけば固まっているはずだよ。固まっていたので、ドイヤスリと紙ヤスリで、変圧にしていきます。あとは屋根も綺麗にね、ある程度できましたけど、臨海、大丈夫そうですか？ちょっと違和感あるんだよね。でしたら、気づいたら言ってくださいね。後ろからプラ板で補強もしときましょう。すべての作業が終わったので、早速サーフェイサーを吹いていきます。ちょっと待って、うずき。どうしたの？やっと気づいた。やっぱり窓おかしいよ。嘘、違和感なんて。どうする、ウズキ？帰る。このまま行くわけにもいかず、直しておきました。さすがにね。では、サーフェイサーを吹いて、傷を確認しましょう。あんもぞ、傷だらけだね。盾を持って紙やすりで削っていくと、
作業は終了です。あれ？どこをしないの？長振り先生としての感染ができていないから、スタッフだけでも整えとこうってことなんですって。そうなんだね。本日の動画はここまで。そして今回の動画で鉄道研究所の調査期間は終了になります。この1ヶ月間たくさん見ていただいてありがとうございました。ここからはゲーム&オタクチームの本気を見せてあげさいます。私ポンズキもレレスで8数年毎日実況見れます。実況開始時期は8月21日か22日のどちらかから投稿しますので、皆さんお楽しみに。しまみらん好きと渋谷凛と、そしてみんなで一生懸命頑張ります。それでは皆さん、またお会いしましょう。またねー。